待ってて、魔法ですぐに直すから。あれ、もしかしてこれが岸くんとの初めての共同作業？同じなのは好きになった人だっけ。私たちは同じ人を好きになった。でも同じ恋をしているわけじゃないよね。じゃじゃーん、岸くん、私たちの水着どうかな。バッチリ。バッチリ。うん、よかった。ほらほら、早く遊びに行こう。今の岸くんは赤ん坊。まだお母さんのぬくもりが必要な小さい子供。心ごと包み込むように、岸くんを優しく抱きしめる。大丈夫だよ、私がそばにいるから。みんながいなくて怖かったね。寂しくなっちゃうよね。私が一緒にいるよ。寂しくなくなるまで一緒にいてあげる。だから安心して。で、ゆいちゃん。大切な人と一緒にいられる誕生日って幸せだなって思うの。ありがとうね、岸くん。緊張するけど、よろしくね、岸くん。お裁縫かな。大切な人にプレゼントしたいから。煮物だよ。まことちゃんがこれで胃袋つかめって。表情が豊かだねってレイちゃんに言われるの。これからもよろしくね。もちろん遠慮はなしだよ。エリザベスパークのリンちゃんとどこかで会ってる気が。岸くんとは、そんなの言えないよ。私の好きなピンクのバラの花言葉、感謝だよ。うん、岸くんもいつも力をくれてありがとう。これからも岸くんといっぱい冒険したいな。今度は岸くんのことたくさん聞かせてね。この誕生日ケーキ、私に？ありがとう。もしかしてこれ、二人で手作りしてくれたの？うん、私と日和で作ったんだ。ユイにはいつだって助けられてるから、せめてものお返しだよ。
誕生日おめでとう、ユイ。そんな、私だっていつも助けられてばっかりで、ごめん、せっかくお祝いしてもらってるのに嬉しくて泣いちゃいそう。岸くんも本当にありがとうね。みんなに祝福してもらえて私最高に幸せだよ。大事に味わって食べるね。いい感じに描けたね。でもこの絵ってずっとランドソルに残るんだよね。それはちょっと恥ずかしいかも。平気だよ。ゆいちゃんもレイさんもすっごく上手だもん。まあ私もちょっと照れくさいけど。みんなで心を込めて描いた絵だ。胸を張ろうよ。この絵がいつか私たちの支えになってくれるかもしれないね。誕生日をお祝いしてもらえるなんてとっても嬉しいな。いつもありがとう。いつも助けてもらってるのは私の方だよ。こちらこそいつもありがとう。岸くんからのプレゼント大切にしまっておくね。そっか、食べ物だから取っておくわけにもいかないよね。そうだ、量も多いし、その岸くんも一緒に食べてくれない？いいの？ありがとう。すごく嬉しいな。